こんにちは、 DMM ドリームクラブの椎名です。今日は2019年の12月26日木曜日、今年も残すところあとわずかとなりました。今週は行く先々で今年もお世話になりました、来年もよろしくお願いしますというご挨拶してきたんですけども、まあ、そういえばそうですねという反応が多くて、競馬の世界ね、年末年始関係ないですよね。年末は28まで競馬がありますし、年始は5日から競馬が始まります。でその間も調教は休まず行われているわけで、大変な仕事だなというところで敬意を表しつつ、来年もお世話になりますということでご挨拶をしてまいりました。ということで、まず見本の方から今日も行きましょう。木村厩舎のテオファーニアが今週ウッドチップコースで水曜日に3頭合わせの追い切りを行いました。3頭合わせも2番目で、直線3頭で合わせて真ん中でという形だったんですけども、なかなか手応えよく反応もよくですね、いい動きを見せていました。まだその普段の立ち振る舞いですとか落ち着きといった点では、まあ、若さが見えるということなんですけども、いざ追い切りを行うと本当に動けてしまうっていう感じですかね。まだまだ若さを残しつつもしっかり動けているんで、これは年明けのデビューいけるんではないかなということになりまして、1月5日の中山ダート 1800m で、デビューを目指すことになりました。鞍上北村博騎手を予定しています。でもう一頭ですね、木村厩舎ビンクーロ、新馬戦2着の後様子を見ていたんですけども、ちょっとまだ馬体の回復が物足りないということで、一度後方僕に出してリフレッシュさせた方がいいんではないかなという結論に至りまして、こちら昨日の12月25日にノーザンファーム天栄に後方に出ています。馬体回復してリフレッシュできれば、新馬戦で能力を示してくれましたので、またいいレースができると思います。また戻ってくるのを楽しみに待ちたいと思います。で、今日はオールアドーナとハーツシンフォニー、戸田厩舎の2頭、今週もウッドチップコースで合わせるのを行いまして、オールアドーナが誘導する形でハーツシンフォニーが追走という形で、引っ張ったオールアドーナの方はスピード感があってキビキビとしたなかなかいい動きを見せていたと思います。1月中旬2週目以降ですかね、芝 1600m の番組もありますので、まあ、その辺りになりそうかなということで、進めています。でこちらを追走したハーツシンフォニーの方は、まあ、タイプ的に少し長めの距離が合うタイプで、まあ、胴長でこう加速に時間がかかるタイプなんで、あまり見栄えは良くなかったですけども、しっかりと動けてはいましたので、まあ、タイプが違うということで、まあ、オールアドーナがちょっとねキビキビして見えた分、よく見えたとは思うんですけども、ハーツシンフォニーも十分ここまで問題なく来ていますので、こちらはまあ中距離ぐらいになるのかなと思います。まあ、時期的には1月の2週目3週目ぐらいの中距離戦が目標になるのかなという感じで、またこれから年末年始乗っていくという形になると思います。立冬の方ですね、ブリマンブラックが、年明け1月6日ですね、はい、の芝京都芝 2000m を目標に調整を進めております。まあ、昨日半ので、起きたんですけども、まだちょっと動きが重いかなという足さばきが重いかなという印象を受けました。まあ、ただもともとそんなにすがるいタイプの馬でもないですし、まあ、これから乗っていくうちにまた良くなってくると思うので、順調に調整はできていますので、これからピッチを上げていけるんじゃないかなというふうに思います。とビブラントが調整してますね。こちらはまあゲート試験に向けて入ってきて今進めている段階ですけど、まあ、ゲートはなかなか早いという話で、アンドの動きはまだいろいろ調整するところがあるという段階のようですけれども、まあ、十分に外球で乗り込んできましたので、このまま進めていけるんじゃないかなと思います。こちらもまあデビュー予定決まりましたらご連絡させていただきます。それから練習競馬を使った2頭ですね、まずダブルアンコールなんですけれども、こちらはノーザンファーム信楽に放牧に出ました。まあ、ビンクーロもそうだったんですけども、この馬も体の大きくない牝馬ということで、まあ、池先生は2月末ぐらいと、まあ、復帰ということでお話しされてましたけども、馬体の回復がもっと早ければ、順調であればもっと早く使えるでしょう。まあ、なるべく早く使えずに越したことはありませんので、まあ、初戦で能力見せてくれましたので、いい形でまたトレーサーに戻ってきてレース使えればなと思っております。もう一頭の経験者のスターズプレミアなんですけども、4着に敗れてしまいまして、そのレース後を騎乗していた西村騎手の方から喉がちょっと気になるという話があって、で検査をしたんですけれども、まあ、いわゆる喉鳴りではなかったということでした。まあ、実際に離島に行っております弊社レーシングマネージャーの淡津から連絡がありまして、ロードカナロア3区あるいはダイヤメジャーの3区は割と機関士が狭い馬が多いというふうな傾向があるそうです。馬体にも含め全体にこう幼さを残すタイプで、まだ喉のこの発達も途上であると、
まあ、まあ止めるサイト、その際にこう下がこう奥にこう入ってしまうようなところがあるようなので、まあ、そういう時に少し音がするということのようです、まあ、喉に異変が全くないということではないんですけども、ただ喉鳴りほど典型的な症状ではないと。若い馬によく見られる症状でもあるということなので、成長とともに解消されていく可能性のあるものだということなので、少しこれはその状態様子を見ながら、まあ、レースを使っていこうということになりましたので、現時点では1月19日の京都芝 1600m、こちらの未勝利戦で、向かおうと思っております。今回は新馬戦で2着に乗ってくれました、川田騎手が乗ってくれる予定なんで、またその良さを知っているジョッキーで変わり身があるんじゃないかなというふうに期待しております。今日はちょっと千葉のジョイナスファームというところに行ってきまして、こちらには北のブルーとドリームインパクトの2頭がいるんですけど、今日国枝先生がご来場ということでちょっと一緒に見てきました。北のブルーは半マイル4波乱53秒台の時計を出していて、まあ、順調に来てますし、まあ、先生もかなり馬体が良くなったなという話をされていたので、確か私も見ても体に幅が出てきてだいぶ見栄えが良くなってきたなというふうに思います。年明けをめどに入球してレースを目指したいということになりました。でドリームインパクトの方はまだ周回コースで軽く回ってる段階なんですけど、こちらも現状足元含めどこも悪いところはありませんので、フレッシュなんでその少し、まあ、ペースを上げずにはいますけど、まあ、いつでもやれそうな上げていけそうな雰囲気ですし、まあ、先生も、これから上げていっていいよという話だったので、こちらもまあ一応春の復帰を予定してるんですけど、もう少し早く戻れるといいなというふうに思っております。ということで、駆け足になりましたけども、今年最後の、当選近況報告をお届けいたしました。今年はこちらで終了となります。また来年もどうぞよろしくお願いいたします。